うわー、慣れてきたね。慣れてきた。今日は何ですか。今日はエロトーク。エロトーク。村越くんと言ったらエロじゃないですか。エロコシだよ。でもエロコシとか言ってんじゃん。でも俺の方が本当はエロいから。いやー、負けないっしょ。あのドッキリの。はい。ハニートラップ。ハニートラップ。うわ、エロかったね、やっぱ。あれはエロさ全開だったな。なんつんだろう、このガチ中のガチで、もうこっちの思惑通り全部動いたもんね。エロ対決。どっちの方がエロいか。いや、俺の方がエロいし。いや、そこは負けないよ。急にためちゃう。急にためちゃう。エロとしては多分上なんじゃない。あ、なるほど。じゃ負けたら、ヒゲ剃ろう。マジっすか。ヒゲ剃ろう。トレードマークで。俺も、うん、俺も負けたらヒゲ剃るから。いや、ないじゃないですか。あるあるある。今負けたらヒゲ剃る。俺はずっと剃ってないですよ。確かに。マジで。それは結構、うん、難易度高いですよ。ずっと残してますからね。じゃしかも永久脱毛しかも。いや、それはやばい。こう光りもそれはやばい。ペッ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 。で俺本当は俺が勝ったらマジで剃るからね、それで。俺がもし負けたら、あの要相談、相談なんですよ、怖い。要相談、剃りますでしょ。剃りますよ。まあまあまあ、それあと後々考えよう。そこだけ話すのやめて。よし、対決だー。じゃあ、あのさあのさ、はい、いや、はいじゃなくて勝手に来たよね。勝手に来たよね。なんかいいのあったんだ。エロコシトーク。もうこいつ勝つ気で来てるぞ、おい。まあまあまあ、もうこれ条件にしろだから。ちょっと俺だけ足らねえなと思ってたんだよ。僕が、うん、お題出すんで、そのお題として2人で話して、どっちが面白いエピソードを持ってるかっていうので、僕が最後に。あ、夏期判断でエピソードトークがこう面白いか面白いかというか、ディベート対決みたいなのね。なるほどね、エロに対しての。今までエッチした場所で、場所的には車なんですけど、うん、シチュエーションがコンビニの駐車場。ああ、コンビニの駐車場でやったと。明るくないかって結構明るいですね。隣とかも車止まってたりしてる状況で、うん、結構スリルある中でやった。はい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 。ちなみに何のコンビニ？あ、もう一生来ないの。仕事が。俺はね、8人で鍋やってた。大学生の頃かな。男4、女4で鍋やってて、そういう一人暮らしのやつの家で、でこたつがこうやってあって、もうめっちゃ俺も酒飲んだから、バーって酒飲んでて、でみんなでちょっと怖い映画を見ようと、うん、でその時見てた、ほの暗い水の底からっていう、あ、はい、めちゃくちゃ怖い、もうすごい。でも部屋も真っ暗にして、でみんなで見ようっつって、怖いの見ようっていう時、やっぱその男もやっぱちょっと女の子が怖いってなるのをちょっとこう期待してるみたいな、うん、で怖い怖いってなってる時に、こたつのところでみんなが怖いって言いながらこう後ろにこうやってるんですよ。すごっ。6人には全くバレずに、うわ怖いねって言いながらこうこれ。すごちょっと気持ち悪い感じになったね、今。ね、大丈夫。大学生の時の話よ。一日に何回したことある。もうちょっとオブラートに包むの。オブラートに全く包んないで。これ、そうそう、だからせーのでいこう。これ、嘘なしよ。俺、もちろん、俺リアルに覚えてるから。すごい差がつきそうな。一日何回でしょ。せーの。15回。ちょっと待って、ね、本当？いや、俺でも普通これやってる方だよ。5はそうでもない。普通5は少ないよ。なんな、普通はおかしい。お前どこがエロコシだ、お前。もう5はどうでもいい。10位がやばい。異常でしょ。10位やばい。10位はやばい。2時間に1回1ダンスじゃないですか。13の小1かの辺で何回いけんだろうと思って、本当に日付変わった時からこうやって、そこからその寝て、もう全部マイセルね。しかもだからもうあれよ。もうその日の俺のこのだからこのはもう、はいはい、5番早く動け、はい、
ちほらほら持ってこい持ってこいそこ早く行こうほら間に合わねえぞ間に合わねえぞそんな状況なんですか。そんな状況なんですか。そんな状況なんですか。まあ多分そういう状況だった感じ。面白いありがとう。次のお題あ、でもブロッシュの5は一応触れなくていい。5、5、5はどうしたの。いやだから、まあ、ブロッシュしたわ。それは女の子。女の子です。女の子、何人それは。同じ子でです。考えた今。同じ子です。同じ子じゃないパターンもあるの。まあ、怖い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 、ね、それ良くないね、そういうのね。格闘家嫌。いやだ、怖い。格闘家怖い。その話の後に一日で何人抱いたか。一日でです。一日で、今までじゃない。一日で。まあまあ、でも過去の話だからね、うん、昔の話だから、まあ別にいいでしょ。せーの、3。3もすごくない。3もすごいよね。3もすごいわ。いや、すごいわって言うのがおかしいから。マジ3すごくない。いや、3すごくない。すごいないか。すごい。怖ー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 。どういうこと、その3人は。全員付き合ってないでしょ。はいはいはい、うん、こう大勢で集まった時に、うん、お酒とか飲んだりして、うんうん、何でもできるみたいな状況です。あー、もう全員と。はいはい。何対何だそれは。まあ、5-5です。5-5。5中3いきました。5中3 、はい、いや、俺は K1 マックスチャンピオンになった次の年ぐらいかな。もう海も近いじゃん、俺らの自分。夏、もうね、死ぬほど遊べるわけよ。まあ、モテるわ。一日俺、何人ぐらいいけんのかなって。ちょっと、それ、もう、その中学生の時に自分が出たよね。興味本位で。そう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 。ちょ、これ、よく考えたら実家だからね。あー、そっか。まあ今もタイヤの奥さんとね、娘がいるわけですから、まあ、もうこれはもう最高なんですけど、その時はもうとにかく遊ぶことでなんかもう忘れようみたいな。一度はやってみたいシチュエーション、 AV の企画とかいろいろあるんですけど、うん、まあ、そんな感じのシチュエーションで、俺中学生で、同級生と一緒に体育館の扉箱のこの裏のやつを、そうそう、倉庫で2人でこうイチャ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 してて、ガラガラっつって女の先生がこう現れて、何やってんのっつって、学校で何やってんのって、女の子はもう、あ、すいませんっつって、バーっつってバーって行っちゃって、で行っちゃって、それでこのところで、いやもうなんだよ、もううるせえなって。だからその先生がガラガラって後ろのドアを閉めて、ちょっとね、やり方が違うわみたいな感じ。いやー、なるほどね。めちゃめちゃ AV じゃないですか。悪くないです。悪くないです。これは刺さるだろ。その同級生で、うわ、やべえってなって、あんた定額よとか退学よみたいな感じに言われて、言われたんだけど、この先生が後ろのドア閉めて、カチャン。閉めるとこがいいですね。どうぞ。まあ、カップル同士で遊んだりして。それで、3カップぐらい。4、4人。4人。じゃあ2カップ。こっちと、あっち。オッケー。じゃんけんで会場決めるんですよ。2人決めるんですよ。で、それで決まったのが、相手側、友達側の男の子と、自分側の彼女。うん。買い出し行ってる時に、その友達の彼女とやる。めっちゃしたい。最低だ。これちょっとダメじゃない。お前それあれだろ、お前それはお前うちの嫁が家に残ったらお前やるだろ。お前やんないっすよ、やんないっすよ。ただそれなんかすげえ、なんかそれ俺なんか燃えるんですよ。俺は怖いぞ、みんな気をつけろ。気をつけろ。彼女を村越の家に連れてくなよ。紹介しない方がいい。やんないっすよ、実際やんないっすよ。そういうのなんか、でも考えただけでやばい。怖っ。だからそれで言うなら、逆の方がいいかも。買い物行ってくるね、多分30分ぐらいで帰ってくるかなって言って、5分後くらいに、あ、鍵忘れた、携帯忘れたっつってバッて取るから、何してんだよ。この状況も興奮するから、マッチ成立してますね。そういう気持ちがあってことですもんね。そっちの方がいい。いや、いいというか、いや、なんか考えたらやいなって。
使えんのこれ。この筋ネックがもう完全に AV 男優でしょ。この話してくれるにつれて筋肉のつき方と一緒ちょうどこのね、脂肪の乗った感じが以上ですか。以上で罰ゲームは、はい、船越くんはい、勝った、はい、勝った。まあ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 、まあ、俺まあ、接戦だった。接戦だった。接戦だった。結構いや、ってことはない。俺、ヒゲ剃っていいの？俺の大事なトレードマークのヒゲが。本当に？本当に？いいの？いや、もうヒゲといったら俺みたいなとこありますからね。俺といったらヒゲじゃなくて世界全体のヒゲを自分のヒゲを占めてるんで、俺が世界全体の、はい、じゃあ、早速剃っちゃうよ。人のヒゲ剃ったことないから俺結構ざっくり、血出るよ。血出るよ。消せない、見てくださいよ、マジ。綺麗に剃ってください。どう YouTube だ。YouTube って血ダメ？あ、大丈夫です。大丈夫？あ、オッケーオッケー。あ、いいね、いいね、いいね。いいね、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 いいね。おん。いや、いい。いい、いい、いい。いいよ、ほら、やっぱ俺言ったらヒゲな方がいいって。確かにこっちはさ、若返って、若返ってさ、若くなりすぎじゃないですか。いや、いい、いい、全然いい。あ、でも確かにだいぶ、6歳、6歳、6歳した、10年ぶりにヒゲを剃った村越です、どうぞ。おぉ、よくない？ツルツルっすよ、なんもないっすよ、こんな中いい、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 変な感じっすもん。全然いい、全然いい、全然いい。めっちゃイケメン。こっちもいい。こっちは絶対いいっすよ。本当っすか。今の時代はこっちもいいよね。うん、どう女性ファン。女性ファンの評判が良ければいい。エロコシがもっと聞いてるかもしれない。そうですね。だからその今の多分若い女の子たちには絶対こっちもいいと思う。うん、10年ぶりでしょ。すげえなよ。10年ぶりちょっと聞いちゃうんだよね、やっちゃったな。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、チャンネル通知よろしくお願いいたします。もしこの後僕がドロップキックを受けたとするのならチャンネル登録よろしくお願いいたします。